けよ。たったったもしこの世界から故郷に消えたら。はい、なんか配信始めて私1時間ぐらい経った気持ちなんだけど、そんなこともなかったわ。あ、でももうちょっとで経つね。あと10分ぐらい、約48分に始めたから、すごい、あっという間なんだけど、喋り続けて本当に喋ったら止まんない。ちょっと疲れてきた2日間前座で、まあフル公演出てた先輩たちの方が疲れてると思うけどさ。あと15分かな。ね、本当に元気ですよね。逆にその後だから元気なのかもしんないよね。でも今日の前座のメンツは楽しかった。昨日も楽しかった。最近私楽しいな。あ、結婚してたありがとう。眠い？今ね本当に急に睡魔が襲ってきてる。前座終わってから2時間何してんの？何してると思う普通にさ、こういうテレビのすごいねちっちゃいモニターが上についてんだけど、多分うちらお披露目される前にみゆみゆさんがさ、4期の子たちですみたいな感じで後ろ姿載せてなかったかな。あのちっちゃいテレビでうちらはあの椅子に座って首を上げてモニター見て先輩たちの見て学んでるんだけど、そう、まあそんな感じかな。あとはまあ何かすることをしたりとかしてるよ。あと踊ったりしてる、それを見ながらとか曲だけとかで踊ったりしててかな。あのね、本当に最近聞いてほしい、聞いてほしい。ご飯食べてたら急に睡魔襲ってくるの、やばくない？PA 席には前は4期の子が見てたことあったね。行きたい。そうなの、そうそう、私うちらもねそこの席に行きたいんだけど、難しい、やばいよね。あの振り分かんない。今日先輩たちこうなんか頑張って手やってたけど分かんないあ、難しい。でもあのセリフかっこよかった、カエリさん。カエル、ラーメン食べると眠くなる。いや、公園の日ラーメン食べちゃダメだよ、あなたもダメだよ。うん、ヤンキーのお披露目だったかな。家先に帰って家泣いた。おお、確かいたね。おられた、おられた。ご飯食べて血糖値上がると眠くなるからね。え、そうなんだよね。ご飯食べた後頭が眠くなる。私ね、あれなんだよ、食べた後じゃないの、食べながら眠くなるの最近。これ悩み昨日とかもさ、ご飯食べながらトトトトトトトってしてきて、あ、やばい、食べなきゃってなってたトマトパスタ食べました。いいね。あのさ、あのさ、バンダイにミスドがあるじゃん。あ、このさ、汁そば、わかるかな、あれちょっと食べてみてほしい。私はなんかね、味はね薄いの、なんかカップ麺みたいなのかな、わかんないけど、なんかね、なんか癖になるの。みんなからしたらちょっと量は足りないかもだけどさ、私からしたらすごく量があってちょうどお腹いっぱいになるんだけど、ほんとみんな食べてみて、一旦今度行ったら食べてみて。まあ行かなくてもね、全然家の近くにあると思うんだけどさ。うん、まあミスドの汁そばぐらいなら走っても出てこないと思う。あと細麺なのだから食べやすいよ。
なんかおやつ感覚で食べるといいと思う。冷凍麺は溶かして入れる。まだ作り方覚えてる。あ、ミスドにいたの？でも新潟行ったらミスド。いや、新潟に来なくてもミスドでいいんだよ。家の近くにあるっしょ？何か？髪の毛。髪の毛が。家の、でもなんかね、その汁そばあるところとないとこあるみたいでさ、そう、富山の子に言ったら、うちらは、うちの知ってるミスド、それないなーって言われたからさ、ないのーって、ちゃんと調べてって言ったもん。絶対あるでしょうっていう言い合いをした。リアコイン、あ、でもアルバイトしました。すごー。作ってたの？すげえ。すげえ。だし、最近焼きポンデリング食べた。流行ってるでしょ。リアコになりそう。リアコ、もうリアコでしょ。私のこと好きでしょ。なんかさ、メイク変えたけど、なんかめっちゃ目ちっちゃく見えるよね。気づいた？この私のまぶたにピンクがないということに。ゴールド。賢者のアピタペさ、今度探してきます。あるのかな？あ、こう。どうなんだろうね。すいません。売るだけ。作るのは逃げてました。ああ、まあ大変だからね。やめたらすごい顔でこちゃいました これ気になってます。ありがとう。このまんまじゃ。ぜひ。待って、私の顔めっちゃ眠そうな目してない？やばくない？わかる？ちょっと半目つぶれてるの。わかる？やばいね。田舎だけど、いや、ミスドはあるんでしょ、田舎でも。でもさ、そこにさ、あ、危ない危ない。そこにさ、その求めてるものがあるかないかじゃない。リアコなので、私にリアコなの。ほんと、ほんと、ほんと言ってる。寝落ち気をつけてね。大丈夫だよ。寝落ちしないよ。大丈夫、大丈夫。さあ、私さ、よくさ、その富山にさ、いるさ、その私のが富山に帰ったら絶対、合ってるっていうメールで言った子がいるじゃん。その一回公演も見に来てくれてて、その前座しか出ないよって言ってんのに、そう、前座しか出ないのに見に来てくれて、そうで、その先輩方を見て、その誰々さん可愛かったねとか言ってさ、うちに泊まって帰ってたんだけど、そのね、めっちゃ仲いい、写真のうまい子。そう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 。私が金沢に行ったのもその子だし、私が富山に帰って遊ぶのもその子だし、本当にね、もうね、はい、その子、お互い大好き大好きみたいな感じなんだけど、その子とよく、まあ、夜寂しいから夜電話するのね。そう、その時に、あっちはさ、次の日学校とかだから寝るんだけどさ、寝落ちになっちゃうの。こっちも気づいたら寝ててさ。最近寝落ちの良さを知りました。 寂しくないです、夜も。 そう、まあでも、まあその子以外と寝落ちはしないかな、私は。 あんまりね、私の電話もしなくて。でも電話っていいよね、こうやって一人だとさ、ね。それも私さ、メンバー同士と電話しながらそういうことはしたことなくて、私メンバー同士、なんていうの、同期でも普段あんま本当に電話しなくて、たまーに連絡取るぐらいかなって感じだから。明日会社行ったらあさってから出張なの。頑張ってね。私もっとパワー送ればよかったね。いつでも電話してきていいよ。かけちゃおうかな。じゃあ、ここに電話番号をさらしてもらっていいかな。かかってきたと思ったら 私の声じゃないかも。ああ、面白い。今日ね、この眠い顔あんじゃん。眠い顔の時、ここが出るじゃん。ここ。
めっちゃ幼少期そっくりな顔してる。昔のちっちゃい時の面影がある。寝る前に将来見るのが日課です。助かります。え、嬉しい、ありがとう。弟もさんとは長電話よくしてるよ。あ、言ってたね、言ってたね。そう、そんな感じ。近況報告したりとかして、そんな感じかな。でスクショタイムする。じゃあちゃんと載せてね、みんな。わかった、ハッシュタグちゃんとつけるんだよ。わかったかい。え、わかったかい、わかったかい。なんで他の領域フラフラしてみようとすんだい。わざとだな、無視するぞ。カラオケはいいの。ちょっと、半目今日アイラインさ、ここまで引いてからさ、半目してもさ、ちょっと空いてるように見えない。はい、そんな感じ。じゃちゃんと乗せてくださいね。唐揚げは、カラオケだった。カラオケ やるのやめた。あ、近くで私の声聞けてよかったでしょ。今スクショ乗せようと思ってたら寝落ちしてた。じゃあ今日もその分も一緒にでお願いします。メイク気づいた自分が怖いよ。なんでだよ。あ、ちなみにみんな、私の大好きな駄菓子、あ、まあ私お菓子食べないんだけど、唯一食べるお菓子がこれなの。マジで大好き、ガッチリ大好き、おすすめ。これもね、ここに5個ぐらい袋ある。いっぱいいっぱいあるの。あとね、これはね、美味しいよ。ちょぼちょぼ。これおすすめ。これ駄菓子に入ってない。美味しいんだよ。ちょぼちょぼはね、ボーロみたいな感じで。またマニアックなお菓子。よく言われるわ。ちょぼちょぼとこのテキサスコーンやね。これですね、みんな。これね、100均とかにあると思うな。お菓子が売ってる100均の。そう、これは21円ぐらい。駄菓子屋さんとか行ったら買ってみて。じっちゃんの全然が目的だから。まあ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 、そうだよね。聴かない曲だからね。確かに。わかんない。でもいい席だったじゃん。ね。誇れる。よく顔見てんじゃん。はい、私の好きなお菓子です。じゃん、はい、何ポーズする。ハート。じゃあ、手つりそうになった。じゃあ昼夜土日頑張ったからイエーイにしとくか。私のできないピースを見るがよい。いくぞ、イエーイ。小指ポリ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 。じゃん、お菓子投げてないよ。ポイってしてた私。癖かも。あ、気まずいピースじゃん。あ、じゃあ今日これにしよう。触覚みたいで可愛いでしょ。あ、待って待って、ちょっと待って、面白いこと思いついちゃった。ごめん、面白いこと思いついちゃった。こりゃいい。え、待って、これいいかも。え、面白い。今日のスクショこれにしよう。ちょっと待ってて。ちょっと口紅もつけてね。なきゃなきゃだからね。アイシャドウとか塗っちゃってね。いいんじゃないの、いいんじゃないの。え、めっちゃいいよこれ。これめっちゃいい。え、いい、天才天才。ガチ天才。天才すぎ。アイラインとか引いちゃってね。オッケー。
じゃーん。ポリ、あ、豚。変顔じゃないよ。じゃん。じゃん。じゃん。スクショタイム。じゃん。遠くないでしょ。する。あと5秒で終わります。せーの。サービスで5秒プラスしちゃった。あとはこれだけでいい。イエーイ。こんなポーズ顔隠しポーズ、いつかやっちゃおうかな。朝の寝起きのさ、すっぴんで配信してスクショタイムとか言って、イエーイで、やめよ、足見せて明日買いに行く。いいよ。はい、これとちょぼちょぼちょぼちょ、これね、たこ焼きみたいにするんだけど、ちょぼちょぼはね、ちょっと味薄いから、そう、明日は朝配信、わかりません、わかりません、決めてない、決めるため、あ、うん、多分朝だと思う、うん、朝ですね、明日は。はい、こんな感じですね。で、これです、美味しいです、食べてみてください。はい、では壇上読みします。昨日なんでないのか、おかしいな。いきます。13位、和久さん、ありがとうございます。12位、バカさん、ありがとうございます。11位、てきめきこばさん、ありがとうございます。10位、竹友さん、ありがとうございます。9位、のりさん、ありがとうございます。8位、アリニストさん、ありがとうございます。7位、カズヤさん、ありがとうございます。6位、パンダのテオさん、ありがとうございます。5位、ミッチーさん、ありがとうございます。4位、ストーンさん、ありがとうございます。3位、サカシュさん、ありがとうございます。2位、近藤和弘さん、ありがとうございます。1位、リョータさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。どう、ちょっと今日さ、久々に長めに配信したんだけど楽しかったね。ありがとうね、みんな。明日は朝だと思うけど、何時からか決めてないからさ。あ、明日夕方からなんだ。そっかそっか。あ、まあ、もしかしたら急遽配信するかもだね。期待はしないで。でもとりあえず明日はちょっとだと思う。うん、夜できるかわかんないってこんな感じかな。じゃあ皆さん寝てください。明日から月曜日です。じゃあね、月付のきついお話、とても楽しかったです。頑張ってありがとう、ね、気合い入った誕生日ありがとうございました。昨日忘れてためっちゃ楽しかった、ありがとう。いやいや、こっちこそ期待しているな、期待しないで、朝だけ。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。はい。